茶ラジオと元気ハイテンションデミです。珍しい珍しい。なんか2人で動画撮るの超久しぶりじゃない？久しぶり久しぶりすぎてびっくりだ。今回はですね、私たち女子なんだっけ文具女子博に行ってまいりました。イエーイ。今回ね、そこで買ったものを紹介していきたいと思います。ヘイ。おお、大丈夫。見てください、こちら。ほら、見てください、こちら。文具女子博ということでですね、リミと地方でね、袋を開けてね、やってきたんで、最初に地方からでいいですか？うん、いいですか？最初に地方からね、紹介していきたいと思います。はい、出てたかもしれない、うん、たくさんあるから、ちょっと、ねね、スピードアップしていきましょう。そう、めちゃめちゃ今日はね、ちょっと急いでるね、パパッとリミパパッとやりたいと思います。いきますよ、うん、まずみんな知ってるものか、いきます。じゃじゃん、アラビックヤマトのね、逆立ちということで逆立ちなの？可愛くない？見てください。なんでそれ可愛い？それでね、普通のノリじゃないの？それでね、それでね、普通はお店の人言ってた、ね、そう、右にね、回すと開けれて、左に回すと閉じるみたいな感じなんですけど、これ逆立ちだから、それも逆なんでした。あ、そうか、そういうことか。よくない？可愛い、うん、これ学校で3学期使います。はい、明日ね、お道具箱持って帰るんで。はい、はい、はい、次マッキーのタオル。最近ずっと TikTok の曲がね、頭の中に流れてて、うん、授業中とかもね、ずっと音楽が流れてるわけ。好きな音楽が頭の中で重症だよね。TikTok？ あ、すごい。 TikTok じゃなくても音楽がずっと流れてる。こんな感じです。ほら見てください、ここにね、あの、いっぱいあるんですけど、あ、楽曲ですね。マッキー、ここにちゃんとマッキーってちゃんと書いてあります。ゼブラ。可愛いですね。ゼブラって何？会社名。いきます。すごい。もともとみんな知っているクレパスの、あ、待って、中身がちょっと出てきた中身、あ、あ、ちょっとあ、これ2人とも買ったので、じゃあ一緒に中身見ましょう。リミはもう見せられるの？中、うん、サンキュー。オッケー、入りましたね。このクレパスをね、作った会社がアーチの消しゴムあるじゃないですか。うん、リミアーチ使ってる。それも有名なんですけど、アーチの消しゴムを3つで、なんだっけ、何百円かするやつを買って3つ選んできたわけですね。はい、私がこの3種類を選びます。これです、これ、うん、1つ目がこのね、うん、こういうカラフルなやつ。2つ目がなんかネギのやつ。かわいくない？ネギかわいい。3つ目がまだまだカラフルなやつですね。こちらを選びました。なるほど。ミミさんは？ミミはしーちゃんと同じかな、うん、カラフルなやつ。次、水玉ボンボン。へー、珍しい。ミミと同じ。次、バナナ。バナナ。はい、地方ネギなんで。はい、じゃあ次行きましょう。いや、はい、これはコンパスですね。ペンパス。あ、ペンパス？ペンパスって言うの？何ペンパスって？やってみる？どういうこと？コンパスと違うの？た、違う。何が違うの？見て。まずここ。あ、もうペンの形してんだ最初は。あれ？取って。うん。ここに鉛筆と針。針。あ、針気をつけて。それでこうやって。なるほど。ここに変え、多分変えが、うんうん、あ、ペン、コンパスだけど蓋がついててペンの形してるってことか。だからペン。はい、じゃあ次いきます。ペンの形。あ、ちょっとこれペアでいいですかね。いいですよ、はい、こちらのね、うん、ジャポニカ学習帳の連絡帳の、ファイルとこのちっちゃい消しゴムですね。ごめんなさい、物落ちました。リミもこの消しゴム持ってる。はい、ね、こちらね、セットでね、学校で使いました。使いたいと思います。はい、次ジャポニカ大好きだからね。大好きジャポニカ。いいじゃん、うん、お、一気に出したね。まず、これはふりかけの餃子味。
ちゃんと味選びましたから、私が。次、ふりかけのもち鍋アイス。美味しそう。最後、麻婆豆腐。ふりかけの麻婆豆腐。美味しそう、麻婆豆腐。次、麻婆豆腐。次、そうなんだ。マグネット、マグネット、インキだって。マグネット、これ開けてみて。多分それ、あれでしょう。マジックがマグネット形になってるのかな。お見せて。あ、すごい。かわいい。これ全部マグネット、うん。裏がマグネットついてるの。おお。冷蔵庫とかにつけられんね。今貼ったあ、いいじゃん。そこにつけとこうか。うん。はい、次。あれ、まださ、なかった、この黒いの。これ黒いの、これなんかくじ引きでね、一番外れた人がこのマグネットのやつ。そう、これ3つぐらいあったよね。うん、また出てくるかな、後で。はい、はい、じゃあ次、しほちゃん。次にね、こちらのね、おにぎりのね、なんだっけ、なんだっけこれ。メモでしょ。そう、メモ帳です。可愛くないですか、これ。めっちゃ可愛いですね。エビさんはマカロンバージョン持ってめっちゃ可愛いので買いました。本当にね、梅干しもあったんですけど、やっぱ王道かなと思って、うん、食べるの大好きなんです私知ってる。あ、知ってる、うん、で、同じところにあったのかな。メモだよね、これもね、うん、これはマカロン。メモちゃんのクマちゃんのマカロン、うん、え、これ1個隣だったよ。あ、そっか、1個隣だ。で、今日メモ帳、うん、普通のね、丸いマカロンのメモ帳もあったんだけど、リミはやっぱね、クマちゃんがいい。水色、水色クマちゃん。裏になんか書いてある、うん、すごいよね、それね、メモ帳ってすごいよね、ってね。じゃあ次、しほいきます。じゃん、こちらのね、クエピーのね、カラーパスということで、すごいいろんな、いろんな、いろんな色がある箸です。箸なんだよね、これね。塗って色、エメラルド色、うん、草色、オリーブ色、水色、青、紫、赤、紅葉色、川色、レンガ色、黄色、レモン色ということで、かわいいです。次、かわいいね、みんな。うん、じゃん。あ、これはね、うん、あのね、布にお絵描きができるってやつ。あと色鉛筆をなんか水でぼかせる。そうそう、こんな感じでね、使い方はこの本に書いてあるんだけど、こんな感じでね、うん、これはちょっとね、今すぐできないんだけど、リミちゃんがね、もうほんと好きだから、こういうの、うんうん、布のバッグかなんか買ってさ、自分で絵を描いたらいいんじゃない。うん、うん、描くね。あ、次私ですか。いいですかね。あ、もう一つあったじゃあそれ出しちゃおうか。何色だった？色だけ確認する。オレンジ。え、茶色でしたね。茶色なんだね。茶色でした。次ね、しようね、はい、ちょっとに、あ、待って。まあ、じゃあこちらの筆箱、うん、ね。水色とピンクって可愛くないですか？絞り身カラーですよね。うん。しほって一時黄色ってイメージあってじゃん。ピンクが好きなんです、うん、まだ。ランドセルピンクなんですよ。ということで、可愛いでしょ。これね、あのね、これこのピンクに合わせていろんな文房具が後から出てきますので、ご注目ください。はい、次。告知しといたから。告知リミちゃん、次。リミも筆箱買ったんじゃなかった。そう、リミちゃんの好きな水色。これはなんかどんな感じ。うん、ちょっと待って、リミちゃん、このビニール開けると、うん、わあ、これ使いやすそうだね。ね、待ってください、こっちも使いやすい。それは別に普通じゃない？だってよくある形じゃん。リミ、こうだよ。でもリミのはこれなんかほんとほら、うん、使いやすそう。こうやって置いてさ、ボンボンって入れて、ね、これ絶対使いやすい。これもボンボンと入れられるよ。いや、機能性じゃないよ、それは可愛さ重視でしょ、こっちは、うんうん、こっちは機能性も重視されてる気がする。可愛さは？え？こっちもパッと。次行きます。はい、次。次ね、あのピンクに合わせたグッズですなんですけど、こちらのね、鉛筆削りと、こちらの定規です、ね、うんうん、この定規可愛いよね。この定規、めっちゃ可愛い色してて、これ使いやすいかも。しかもね、三角だから、うん、もうすぐポトって置けるんですよ、わかります、うん、あら、こう、あ、こう、うん、立体的に、可愛いです。で、こっちもね、はい、ミニなんです、すっごい可愛いね。この、このぐらい、わかる、ほら、このぐらい、シホの目の2個分ぐらい、かわいいです、ちっちゃくて。目の2個分、
例えが変だね、ごめんなさいね。はい、次じいちゃんじゃない、りんちゃん。じいちゃんと間違えるな。リミもこれ消しゴム開ける、うん、もうなんかもう開けてなかったそれ、そうそうに。じゃん、それ何なんだっけ、消しゴムが上に、上が消しゴムで、うん、下が、うん、なんと鉛筆削り。へー、これ友達持ってる人いるんですよ。あ、そうなんだ、こういう形のやつ。へー、なるほどね。私はそんな見た時驚かない、お驚かなくて、リミがすごい、マジってなったんです。はい、じゃあ次、しほちゃん。このね、ミニの、あ、じゃあ、あ、待ってました。ミニチュアノートと、このね、なんかね、汚れないクーピーと、このボールペンですね。一度に紹介しすぎた。このさ、ミニチュアノートはさ、なんだっけ、くじだっけ？そうなんです、これくじで、1個300円ぐらいした。リミも持ってるけど、あ、リミはもうね、早々にね、カバンに入れてた。見て、あ、あ、見てください、このちっちゃさ。めっちゃちっちゃ。シホの目の3個分です。かわいい。かわいいですね。で、これをこのね、あ、やってください。でもね、そのペン書けなかったんだよね、このちっちゃいペン。なんかね、これ飾りだったみたい、しーちゃん。本当に描けないらしい。描けるよ。うん、しーちゃんの描ける。リミ、リミの芯、あれ入ってなかったよね。見せて。リミちゃんのじゃちょっと不良品だったのかもしれない。なんかリミも買ったんですけど、リミ描けなかったんですよ。で、見てみたら中にインク入って、お、リミも持ってきた。リミも持って買ったんだけど、それ描けないんだよね、なんかね。なんでだろう。だってなんかね、書いてみて。なんか入ってないんだよね、インクが。うん、見てみたら。書けない？書けない。そう、パパにね、中見てもらったんだけど、インク入ってないよって言ってて。うん、じゃあこれただの金ホルダーだったんだねって言ってたんだけど、翔ちゃんの書けました。やば。じゃあリミちゃん、それ不良品だったんだね。まだ来年かもね。来年もある、来年、毎年あるんだよ、これ、文房具女子。待って、もう言っていい、志保。うん。これね、ここキーホルダーになってるので、ここにこうね、ぶっ刺すと、そうそうそう、こうなるんです。可愛くないですか？かわいい。かわいい。ちっちゃいボールペン欲しかった。また来年買おう。文具女子学もうやってないもんね。今年はもう終わっちゃったから、最終日に行ったからね。そう、また来年買おう、りんちゃん。あとめっちゃ可愛い、これ筆箱とかに入れといても汚れないっていうクーピーなんですけど。どれ？全く汚れない、うん、可愛い。これピンと合わない事件についてどう思いますでしょうか。仲良くないですか、これ。めっちゃ可愛いね、うん、これね、学校では使えないんですけど、家で大切に使いたいと思います。はい、はい、次。次。はい、じゃあ、リミちゃん頑張っていきましょう。笛木のり玉。これはね、なんだっけ、笛木のりの、ふりかけ。そうなんです、ふりかけなんですけど、笛木のりの入れ物にふりかけが入ってたんで、この前ね、笛木のりプリン。あー、それドッキリしたよね。そう、あれのふりかけバージョンです、うん、で、のり玉ということで、のり玉味だそうです。美味しそうだね、のりたまって、うん、次私出ていいですかね、うん、次にこちらはですね、あのですね、ファイルですね、あのですね、かわいいファイルでなございます。ダメだ、語彙力だと。次、次です。色鉛筆でかわいい動物。こちらはどんな商品ですか？はい、店員さんっぽく言ってみた。書き方が載ってるんだよね。勉強しましょうね。はい、はい、私ラストなんですけど、うん、いいですか？いいですよ。じゃあこちらはあの笛木のり、またまた笛木のりなんですけど、なんだと思いますか？なんだと思います、これ。想像つかないよね、きっとね。またふりかけとかって思ってんでしょ。違いますよ、見てください。やばくないこれ。綿棒なんだよね。そう、見てください。でも赤いんだよ。でね、怖っ。でね、ここにね、笛木って書いてあって、待って、ピンとピンと笛木って書いてあって、
仲良しですって書いてあるの。いろんなのが仲良しですって書いてあるの。仲良しですじゃない、うん、ないパターンもあって、めっちゃ可愛いんですよこれ。あ、これ無理しないでですだって。本当にいろんなのがあって可愛いですよ。たまには泣いてもいいでしょだってなんか励ましの言葉みたいなのがたくさん載ってるということですね。はい、また以上です。あ、またじゃあ何色でしょうか。茶色。茶色かぶった。はい、次これ一つ、しほちゃんのだったっけ。しほのですね。はい、りみの方に入っちゃってました。ありがとうございます。次かわいい。りみ買って。あ、これもりみちゃんとしほちゃんの分だ。なんだっけ、ガチャですね。ガチャだっけ。うー、上司やぞ。あー、すごっ。マスキングテープですね。次ラスト、ブングジョーシーハンプ。リミが買ったマステです。すごいね、それどんなマステなの。なんか穴開いてる。穴開いてるの。なんかレースみたいな。あ、レースのマステか、かわいい。ふりかけ類はまた今度ね、はい、ご飯にかけて食べてみましょう、動画で、はい、ね。まあ、どんな動画で登場するかわかんないんですけど、はい、そうです ね。海苔は皆さんお楽しみに。楽しみに。はい、気に入った。はい、ということで今回はですね、文具、あ、すいません、文具女子アークでね、買ってきたものをしほとりみで紹介してみました。はい。でね、もう本当ね、かわいい。なんか趣味が出たと思います。ピンク系とか、なんかかっこいい系。絵を描く系。そう、絵を描く系、なんかかっこいい系。皆さんもね、来年ぜひ。すごい人でしたけど、楽しかったよね。めっちゃ楽しくて、もう買い物がもう、うん、ルン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 って感じですので。あ、あとね、文具のコスメも買ったので、それはまたそれで紹介しようかなと思ってます。あと、ふりかけね。あのね、パパがね、君たちチョコレートほど人多いって言ってたけど、あんま多くない。あー、そうだね、潰れなくてよかった。最終日に行ったからね、もう初日が多分すごいみたい。だってもう売り切れとかいっぱいあったじゃん。なんか人気のものはね、すぐ売れちゃうんだって。開始何分、何分ぐらいで。へー、ちょっとしほがなんか話してたこと忘れちゃった。何話してたの。何話してたの。あ、閉めてたんだ。そう、閉めてたの。おめでとう。じゃあもういいですかね、閉めちゃって。いい、ね、それではバイバーイ。グミ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 ペア。3時だ、おやつだ。